皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーン3第14回のフェス、トリカラバトルやっていきたいと思います。今回のお題はポテトチップスといえばということで、薄塩対コンソメ対のり塩なんですけども、今回は全員薄塩になってしまいました。そう、さっきからも結構トリカラバトルやってるんですけども、なんか薄塩の同士打ちが多いんですよね。もしかしたら得票率ナンバーワンは薄塩なんじゃないでしょうか。せっかくのトリカラバトルなんだから、できれば他の陣営とも戦いたいよねと思う方は、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そして今回 MK さんは攻撃側ステージはひらめが丘団地でございます。でひらめが丘真ん中が高いので、一見ここは守備側が有利と見えるんですけども、個人的には攻撃側が有利かと思っております。なぜかというとですね、スーパーシグナル、これ同じチームが2つ取った場合、もうほとんど守備側勝てません。今回のスーパーシグナルを取った後のまといがめちゃくちゃ優秀でですね、普段だったらまといの範囲内にこう濡れない場所、網があったりとか、なんか水辺があったりとかして、まといがね 100% こう塗ることができないんですけど、今回はほぼ塗ることができます。なのでまといの影響が超でかいんですよ。味方が取ってくれたので、ここは MK さん防衛に回りましょう。 OK で、今回はそれがあるから、できれば他のチームの味方が取った場合、そっちに取らせに行った方が勝率が高まるかと思います。で今回はこっちのチームが1個取りましたので、次も私たちが取りたいと思います。積極的に狙っていきましょう。ナイス玉、味方のやつ当たっちゃった。そして、あー、味方が取ったのにこっちのトリプルトルネードが当たっちゃった。うまく噛み合っておりませんが、まあよく言えば緑チームが今取らなくてよかったかなと個人的には思っております。まあ別にね、取ったのを邪魔はしませんけどね。ここは大丈夫か。はい、敵がいますので、さあこういうのね、 MK さんもさすがに邪魔はしませんが、やられちゃったならしょうがない。ここは自分で取っていきましょう。これ確保できるんじゃないか。 OK、 はい、勝ちです。もう絶対負けません、こうなっちゃうと。最後見ててパーセンテージめちゃくちゃ差つくんで、本当にね、中央のまといが良すぎ。めっちゃ高いところにまといがあるじゃないですか。やっぱりね、スプラトゥーンって高さが正義みたいなところもあるんで、一番高いところに塗りのでっかいスプリンクラーがあると考えると、普段の縄張りで言ってもどれだけ強いか皆さんに伝わるでしょうか。なのでね、下からですけども2つ取っちゃったんで、あとはねこういう細かいところを塗っておけば確実に勝てるでしょう。いやー、本当なんか守備チームが今回はね、本当にスーパーシグナルを本気で守りに行かないとすぐ負けるんで、そこのところ意識していただければと思っておりますが、まあこの動画が出る頃にはフェスが終わっているでしょう。そしたら、まあもしかしたらね、どっかでまたひらめが丘のフェスが来るかもしれませんから、その時にね、トリカラバトルで意識してみてください。ちょっと塗られすぎかと思いきや、ほら塗り見て、めっちゃ勝ってんのよ。そういうこと。本当にね、ここマジで勝てないの。2つスーパーシグナル取られたら、普段とねスーパーシグナルの価値が違うんですよ。はい、ウルショで一応向こうも塗っといて、ほらもう 36% だよ。これ40いくな。上まで行って、で敵のねスポーン地点の周り、この辺りがね普通にやってると塗りにくいので、花火玉とかも使って最後塗っていきましょう。あー、ちょっと投げすぎたかな。向こうに飛んでいっちゃった感はありますけど、多分勝ったでしょ。いや、絶対勝ったな。ほらー、40% は塗れてるね。で、自衛の塗りもいつもに比べたら甘いじゃないですか。これでも余裕なんで、自衛塗りよりもスーパーシグナル、今回の、ひらめが丘団地の鳥からではね、意識してみてはいかがでしょうかということで、はい、勝利することができました。いや、逆に守備側辛いよな、ここのステージな。はい、キルデスはちなみに11キル6です。いいんじゃない？はい、第2試合行きましょう。ステージは変わらずひらめが丘団地なんですけど、今回私は守備側でございます。守備側はほんとスーパーシグナルを守るだけ、これを意識していきましょう。なので基本中央から動きません。やられたらまあ味方と交代してという感じですね。でこの自衛あたりはね、さすがにビッチビチに最初塗っておきましょう。スーパーシグナルが出るまでは塗り、あと今回はね結構ひらめが丘なんで壁塗りも大事になってくるかと思います。変なところから敵が来ないようにしっかり壁も塗っていきましょう。ちょっと待てよ、やられてるけどやったのか。はい、大丈夫でしたね。そしたら、はい、そっち一応なんか9番とか投げておきまして、そろそろスーパーシグナルが出ますよ。ここで守りましょう。潜伏して守るという手段でいいかと思います。どの武器でもね、スーパーシグナル取得モーション中に倒すことはできるかと思いますので、ここで一旦隠れて、はい、ウルショー3発って誰もいないと思って突っ込んでくるやつを倒していくと。もうこれでいいです、守備側は。で塗りはまあ基本は味方に任せましょう。ほんとスーパーシグナルを取られないことが一番大事でございますので、今の MK
計算の上手くなかったか、普通によう空中であんなに当たったな、若干乱数だったところもありますが、でそこの地面わかる、あの左側のいつもチャージャーとかがあの室外機の上にいるところなんですけども、あそこの地面があの塗りにくいので、ウルショとかまあ9番とかね積極的に投げてそこは塗っていきましょう。花火玉でもいいですね今回はね。そしたら待てよ、一旦待機、なんか味方が強いな、あーでもやられてる、そこにはい待機してるローラーがいますが味方が強いな、はい後ろ来ているよ、あー危ない、ごめんなさい、ちょっとローラー見てなかった、前の方ばかり見てしまっておりましたが、なんとかシグナルは取られておりませんので、今のうちに MK さんが復帰しましょう。復帰地点からシグナルがかなり近いので、こういうところちゃんと守っていくんです。ちょっと危なかったね今ね、ちゃんとね見ておきましょう。はい OK、 ローラー倒すことができまして、相手が3人、はいそこ見てくれてるから多分大丈夫、 OK 大丈夫。そしたら紫の方を見ていきましょう、ガロンがシールド張ってるのでちょっとここで待機で、前に出てきたところを四角から打ちたいですけど、こういうローラー負荷をしない方がいいって今言おうとしたんだよ、でももう行動が出ちゃったもう体が先に出ちゃったわ。いやわかるんだよね、あれさ上に来るまで待ちゃいいんだよ、普通に上に来るまで潜伏して待ってさ、ローラーの安全範囲内を花火玉で倒した範囲内から倒せばいいだけの話だから、ちょっとローラーにやられすぎだな私な。自分が潜伏して倒さないといけないのに、あの敵の潜伏に弱いところがありますけども、スーパーシグナル取られてないんで多分大丈夫かと思います。で最悪1個は取られてももうこの秒数だったらなんとかなるんで正直、はいローラー倒していく、今みたいな感じでね、落ちながらみたいな方が安定するかと思いますが、 OK スーパーシグナル防ぎました。あと28秒、あとはもうこの辺を塗ったらなんとかなるんじゃないでしょうか。下のローラー倒していく、紫逆じゃない、反対側回ったのか、オレンジが塗れなすぎてちょっと味方の塗りをなんかねやりに行っちゃってるような気がするんですけど大丈夫でしょうか。でああいうところにしっかり9番投げておきまして 41%、 まあもうさすがに勝ったでしょう。そしたらはい前に突っ込んで敵を最後倒して塗りを押し込めていく、いややっぱねスーパーシグナルさえ取られなければ超強いよ守備側はいやここなんだよね、なんかいつももうやっぱりスーパーシグナルって重要なんだけど、このステージは特になので、いやーまあ相手もねちょっと攻めては来ておりましたが、 MK さんのね潜伏守りに一歩及ばずといったところでしょうか。まあ味方のジャンプ先ナンバーワンしか金表彰を取れていないのであんまり大口を叩くなという話ではございますが、いやまあ味方も強かったしねまあでも私の守りも強かったと、自分に言い聞かせまして、9キル4ですいいんじゃない。はいということで第3試合いきましょう。ステージはもちろんひらめが丘団地、そして今回はのり塩とコンソメと薄塩すべて揃っております。 MK さんは攻撃側なんとか勝っていきますよ。のり塩はあれか予備祭の時点では1位だったんだよね。で中間発表の時点では薄塩が勝っているということで、このまま逃げ切りたいところでございます。BGM はバンカラ MC バトル、ちゃんとね鳥からのマッチングもできて最高の舞台が整っているんじゃないでしょうか。じゃあ一旦ウルショを貯めつつシグナルが出るまではこの辺を塗りまして、いやシグナルなんだよな、ちょっとウルショ画をねうまく噛み合わせたいと思います。せっかくスプラシューターなんでね噛み合わせたいけども、ちょっと滑舌はカミカミということで、そこのところよろしくお願いします。一応こっちも塗っといて、そろそろウルショ画溜まります。 OK、 相手の場所をしっかり見まして、あれいなかったか今、あちょっと MK さんの見間違いでした。手前のそいつを倒していきます。そしたらいやいたよね、そうさっきまで、やれ MK さんの見間違いかも、なんでもいいんですよ取れれば、まあ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 、攻撃側はやられてなんぼですからね、ほんとやられてなんぼだよ。シグナル攻撃側は皆さんねあんまりデスを恐れないように、特に縄張りバトルでは、縄張りバトルはデスしてなんぼ、そしてスーパーシグナル攻撃側はもっとデスしてなんぼというね、心持ちを皆さんに教えておきます。はいじゃあそちら倒しまして、あと3人いる、いや下にしかいねえな、これ取れたんじゃないか。はいここどうでしょうか、ちょっと帰ってきた、あー無理だったか、あ相手が今一瞬4人いなかったんですけども他チームが取りに行きました。どうだ、オッケー取れました、オッケーいけるいけるいける、ナイスナイス。そしたらもうさ他チームに取らせるか、いやでもあーどうだろう、いやもう取れるなら取るか、いやなんかねここがまた、うーん MK さんを他チームに取らせたいって気持ちもあるんだけど、これアクセスし続けないと、おーおー取れちゃった、ちょっと今やられるかと思って無理に突っ込んだんだけどな、アクセスし続けないとね数有利が取られちゃうんですよ結局。だからスーパーシグナル今みたいなのはもう取って、いやーどうなんだろうな、もし負けたら私のせいかもしれません。今回はこれ赤チームにね2つ目も取らした方が本当は有利なのよ。でももう取っちゃったからにはしょうがない、
ね、MKさんが責任を持ってキルをしてここを勝利に導いていきましょう。ということでちょっと待てよ。あとサメライドいいですね。そしたらちょっと自衛の塗りが甘すぎるので一旦この辺りをしっかり塗りまして、今んとこ塗りはダントツで赤が勝っております。まあまあまあ、赤というかコンソメか、コンソメの自衛は塗らないようにして、塗り仕様の自衛を縮めつつ、パーセンテージをねちょっとでも有利にするためにも、自衛の塗れてないところは塗れていきましょう。ちょっとあの味方があのリッターカスタムなんでね、 MK さんの塗りがないと、ちょっと青チームの塗りが心もとなすぎるということで、入ってきてんなパブロ。そこだ、まあまあまあ逃げるわな。そうパブロはねもうめちゃくちゃ足だけ速いんで攻撃力はそんなないんですけど、ちょっと待てよ、一旦ここ避けていく。いやちょっとあのあんまりこっちにさ赤チーム突っ込まないでくれます。まあ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 、これぐらいだったら MK さんも塗り返しちゃうけども、あのひらめが丘のその上のところはさ共同で使おうよ、半分半分でさ。そしたら待てよ、今んとこ勝ってるな 32%、 1位ですけど、パブロがどっか行っちゃった。じゃあパブロが塗ったところを綺麗に塗り返しまして、こういうところも位置を牽制して前に出ていく。どうでしょうか。いや緑が勝ったのはありえないんじゃないか。そうだよ、いやいや、ありえないな。赤か青どちらかが勝っているかと思います。オッケー。まあ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 。ここはどっちでもよかったんですけど、勝ったから結果オーライ。ただ本当は同じチームに2つ取らした方が有利だったかと思いますが、まあバトルナンバーワンで、とどめ数ナンバーワンで注目された時間だった今。結構ナンバーワン金表彰が3つ取れてたんで、いいんじゃないでしょうか。ということで7キル4です。素晴らしい。はい、ということでトリカラバトルやってきましたが、いかがでしたでしょうか。今回からフェスでテンタクルズが歌ってくれるようになったということで、ここでエンディングにしましょう。なんとかうすしを勝利に導いておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして引き続き応援の方よろしくお願いします。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、うすしを頑張れ。